桂美幸は落語家の名前。桂美幸は愛媛県出身の落語家。本名、井上幸弘愛媛大学工学部卒業。吉本クリエイティブエージェンシー所属。愛媛大学在学中に教授として世話になったのが先輩の林や染め、ふとしの父であった。大学時代は落語研究会に属した。 また2001年には M-1 グランプリに挑戦し2回戦まで突破。また、高校、大学、お知県の先輩であるタレントの楽三郎の勧めで、地元愛媛でテレビのレギュラーを持っていたこともある。2002年7月に楽三郎の紹介で、桂三氏に入門。古典落語だけでなく、自作の新作にも取り組んで、時事ネタ。 地球に優しい父親の話なども披露する。また iPad を使った iPad 漫談がある。落語家、講談師のユニット、セブンエイトのメンバー。同ユニット主催のイベント、7時だよ。8人集合に出演している。また吉本所属の男前ユニット、落語のメンバーでもある。芸名は母子家庭に育ったために、踏み絵から、 母親を将来幸せにさせなさいという意味で、見ゆきになった。実際は、当時三人同時に入門してきたために芸名をつけるのが面倒になった踏み絵が、本名の雪広から一時取って名付けられたという説も、ある。ありがとうございます。